レッツです。今回はですね、なんと見えますかこれ、染め級の会社にやってきました。こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。いきます。何かのアトラクションみたいですね。これはやはり製品的なところなんでしょうか。そうですね。これがまるで石すっごいリアルっていう商品名なんですけど。え、これ石じゃないんですか。これ石じゃないんです。まさか。あれ発泡スチロール的な。正解です。発泡スチロールなんですか。これ実は発泡スチロールなんですけど、一液タイプのエアゾールタイプ、スプレーでこう塗装するだけでまるでこういう発泡スチロールも石のような質感になるっていう、ちょっと変わった塗料ですね。なんかカラーバリエーションもいろいろありますけど、これそれだけ種類が出てるってことなんですか。そうです。基本的に何色か展開させていただいてます。なんか見たことある商品もありますし、見たことない商品もいっぱい、てか見たことない商品がいっぱいですね。ホームセンター様で取り扱っていただいている一部の商品がですね。これはどういったものに使うんですか。引っ掛けていただいて乾燥させると、撥水効果が生まれるような。あ、こんな生地でも水弾くようになるんですか。そうですね。マジっすか。はい。めっちゃ気になるですね。普通に、あ、でこれよく皆さん多分ホームセンターで見かける染め球シリーズですよね、はい、バリエーションというかやっぱカラーが多いですよね。まあですね、本当にここに置いてあるのはごく一部なんですけれども、本当最近また新色も何種類か出まして。それこの染め球シリーズで塗ったシューズですか。はい、ね、グニグニ曲げたってね、パキパキって割れる心配がないんですね。いやマジでね、塗装としてはね、僕ねこれ大好きなんですよ本当。これお世辞抜きでね。ああ、いいですね。そうです。こういう T シャツとかもですね、塗ったとしても、ごわつかないというか、質感がそのまま。塗るポイントってあるんですか、衣類に。非常に粒子が細かいので、1回でしっかり色をつけようとするのではなくて、何回も何回も薄く吹きつけていって、塗り重ねて色を濃くしていくような塗装の仕方になるんですね。1回ちょっと拭いたら、1、2分置いていただければもう乾燥するので、また拭いていただいて。でまた 1,2 分待っていただいて、拭いていただいて、お望みの色の濃さにしていくっていうような形ですね。これトイレットペーパーですか。そうです。トイレットペーパーって水につくだけですぐふやけてしまうぐらい弱い材質なんですけど、これも染め球で塗ってるんですが、非常に粒子が細かいので、トイレットペーパーが浸食される前に乾燥してしまうと、それだけ速乾性の強い粒子の細かさを再現しているデザインですね。ちゃんとトイレットペーパー独特の柔らかさが残っています。これ白ベース残しつつの黒でっていう感じですか。これがですね、もともと水色のバスタブだったんです。あ、水色、じゃあオールペンですね。オールペンですね。バスタブのオールペンですね。耐水性とかは全然余裕なんですね。そうですね。今ホテルさんとかの、リニューアルで使っていただいてるんですけど、こちらは塗料だけの販売はしてなくてですね、弊社の施工を受け、工事で受注するような専門のパックにはなるんですが。あ、パックになるんですね。そうですね。これ片方のお持ちには弊社の独自の防カビコーティング剤が塗布してあるんですけど、片方には塗布してないんですね。これ平成25年の9月15日に作ったんですけど。てか持ちってこうなるんですか、何もしてなかったら。そうなんです。もうこれはもうカビが、増殖してしまって腐ってしまってる状態ですけど、弊社のカビ封じを吹きかけたものに関しましてはほぼ無菌状態ということですね。ビニールにかけてますけど、ビニール取ってでもそんな感じを維持できちゃう。まるっとバリアするんですね。そうですね。熱中症対策。あれですか、服にかけてると涼しくなる。あったかいバージョンもあるんですか。あったかいバージョンもあるんですね。この手の商品、今非常に増えてますけれども、弊社の商品の特徴というのが、しっかりとこうサーモグラフィーで温度変化が発生するというところが特徴ですね。あ、その体感だけじゃなくて実際に冷えるっていうか。そうですね。非常に細かくなった吸熱放熱剤がこのボトルの中に入ってまして、それが衣類に長期間定着し続けるので、効果が長続きするというのが弊社の特徴です。しかもこのあったかいやつに関してはちゃんとあったかくなるってことですね。そうです。どちらもサーモグラフィーで見て温度変化がしっかり出ると。これ今からの冬のシーズンいいかもしれないですね。某有名ホテル様の椅子ですね。これ染め球で塗り直しで綺麗に仕上げて差し上げてると。これ高そうな椅子ですよね。そうですね。普通に買い替えるよりかはもう染め球でこれだけリペアができるんだったらお買い得ですよね。これもコスト数分の1ですね、取り替え費用と比較すると。でこれよりもっと綺麗にしたい場合はこのようにシルバーを拭いてあげて、でシルバーの上からクリアをまた乗せてあげるとこの仕上がりに。
あー、まあちょっと艶消し的な感じに今なってるけど、クリアを乗せたことによって、もう本当なんか鉄の感じが出てますよね。そうですね、あちら側のシルバーだけだとどうしてもちょっと、そうですね、ただ塗った感じっていう感じなんですけど、はい、もうこっちに来たら大違いですね。これなんですか？これが一番染め球の最新の縫製ですね。染め球の場合はこのサビが残っていても下処理せずにそのまま塗装をしてサビを抑制することができる。普通であればこれだけ下から突き上げられると塗膜ってパリッと割れるとか剥がれると思うんですけど、はい、しっかりとそれに追従して、すごいですね、この塗膜をサビが突き破ってこないので空気と水に触れさせることがないのでサビの進行を限りなく遅くすることができる。普通の塗料だったらもうサビ見えちゃってますよね。そうですね、テキュープラントさんのタンクでしたりとか鉄塔の高所とか下処理が非常に今まで難しかったところに対するソリューションになっています。こんなのが最悪ですよね。普通ここまで来たら溶接で修復ですよね。ただこれアルミパテなんですか？これもアルミパテです。これはですね、染め球の床塗料ですね。通常であればいろんな工程が必要なんですね。洗浄、削ってプライマーを入れて下塗り入れて上塗りと、非常に車の板金に似たような工程を床でもやらなきゃいけないんですが、床ってすごい面積が広いので、はい、こんなことやってられないと。一撃ですね。マジっすか？一発塗りです。自分の倉庫の地面がこんな感じの普通のコンクリートみたいなので、はい、今後ちょっと塗っていきたいなってところはあるので、ぜひ今すごい目を輝かせております。活用していただいて。ちなみにこの今の緑ぐらいの面積だったらどれくらいの量がいるんですか？このぐらいでしたら3キロもあれば塗れちゃいますね。何日ぐらい乾燥させるんですか？乾燥時間は約8時間程度。あ、早いんですね、意外と。なので夕方とか塗っていただければもう翌日には使っていただいても、へ、乾燥が早いのも非常に特徴です。見覚えのあるものですね。マルチ密着論、これよく僕使ってますね、はい、この密着論 ABX とかこちらのシリーズっていうのは何が違うんですか？実はですね、密着論シリーズというのは、まあ、非常に兄弟の多い商品シリーズになってまして、皆さん一番こう活用いただいているのがこの密着論マルチだと思うんですが、建築業種向けでしたり、まあ、製造ライン向けとか、あの有機溶剤が使えないような、あと匂いが充満したくさせたくないような箇所で使うようなタイプの密着論だったりとか、そのシーンだったりお客様の用途に合わせられるように多種多様な密着論が実はご用意してあります。これって強さ的には全部一緒になるんですか？付着力に関しましてはほぼどの密着論も平均すると一律なんですけれども、この ABX に限りましては建材で使われるような金属類に対しての付着力が非常に長けていたり、まあ、水系密着論に関しては樹脂パーツだったりとか他の水系のプライマーと比較すると非常に高い付着力を発揮することができると。でただ一番マルチが汎用性、レパートリーが非常に多くてですね、適合する素材が多くて付着力もある一定の強さを保持している万能のプライマーになりますね。じゃあ素人でこの3つあってどれを選んでいいかちょっとわからないって時はもうマルチを選んでおけば間違いないんですね。間違いないですね。で、そこから上級者になっていったらこういう ABX とか水系密着論とかの使い分けをしていくっていうのが、リコーナーやり方になっていくんですね、はい。実際ここに展示している以外もですね、あと10種類近く密着のシリーズ、そんなにあるんですね。この椅子塗ってますけど、もしかしてこれ染め球の銀ギラシリーズですか？そうです。あ、結構シルバー感出てますよね。これもですね、もう塗ってから5年ぐらい経ってます。あ、そんなに経つんですか？はい。これってあのクリアまで塗ってる感じなんですか？銀ギラ銀だけ。あ、銀ギラ銀だけなんですか？まあ、こういった椅子とか座面で頻繁にこう使われるようなところでは、レッドさんも使っていただいた保護ツヤ出しを塗っていただけるとよりさらに持つんですね、はい。でこれが染め球の秘密ですか？まあ、こういったガラスでしたり金属類もですね、顕微鏡サイズで見るとこうした細かい凹凸があるんですけれども、従来の塗料の粒子ですとサイズが大きいのでこの隙間に入り込めなかったんですね。ただ染め球の技術というのは非常に粒子のサイズを小さくすることによってこの今まで入り込めなかった隙間にまで粒子が入り込んでいってくれるので高い付着力を実現することができるというのが特徴になっています。これが染め球の剥がれない割れない理由なんですね。そうです。
さあ、そしてですね、ソメキューのオフィス、今から潜入したいと思います。普通のオフィスとは違いますよ。どうぞ。見てください。もう普通のオフィスとも見た感じがね、違ってくるのが分かりますかね。常識を壊せ、無視しよう、素晴らしいです。はい、そしてこれ、秋津さんがわざわざね、今日当日私が来るということで急遽作ってくれました。はい、秋津さん、今日はあの社内のご案内ありがとうございました。ありがとうございました。今まで知ってた商品もそうなんですけど、知らない商品もかなりあったので、使ってみたい商品たくさん出てきましたので、今後ソメキューの商品使っていきたいと思います。待ってます、ぜひ。会社見学も行ってますので、ぜひお気軽に。会社見学はいきなり来ちゃっていいんですか？それとも事前にあのホームページで予約していただければ、どなたでも見学いただけることができますので、ぜひお問い合わせください。よろしくお願いします。それではあなたのカーライフが楽しくなるように、レッツカーエンジョブ。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信しています。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。ソメキューの URL は下の概要欄に貼っていますので、よかったら皆さんチェックしてみてください。めっちゃね、物はいいですよ。バイバーイ。ありがとうございました。